ワイアンをやりたいと思います。次はですね、アメリカに併合される前のハワイ王国の最後の女王様だったリリー・オカラニさんという方が作った曲で、この方とてもたくさんの曲作ってて、アロハオエとかもこの方が作ったんですけど、今日はこの方の、カノエという曲をやりたいと思います。この曲はですね、まだ、リリー・オカラニさんが女王になる前、王女様だった時に、なんかあまり周りの人から賛成されない恋人がいて、その人のことを歌った歌で、こうなんか最初の方はすごく恋人がどんなに愛しいかっていうことを歌っていて、こう最後の方は大臣とか官僚の人たちをちょっとなんとかしようみたいな歌詞になっていく、こうちょっとなっていくというちょっと面白い、でも曲としてはとても素敵な曲です。で今日はちょっとまだ初心者なんですけど、アイルランドのアコーディオンの一種なんですけど、ちょっとコンサティーナという曲、コンサティーナという楽器をちょっと使ってやってみたいと思います。500年以上暇ぬ